ウェイヨー、どうもかけまるです。はい、この間こちらボン、こちらのね、大型ドッキリをカックに仕掛けたんですけど、久々にまたカックにドッキリを仕掛けていきたいと思います。ちょっとカックン最近調子乗ってるので、本日はあのポンコツを地獄に落としていきたいと思います。早速本日の企画は、彼氏に元彼合わせてみた。本日はガチの元彼ご用意いたしましたっていうのは嘘で、私の地元のお友達ですね、かっくんの知らないお友達に元彼役として出演してもらいます。かっくん今お友達とご飯行ってるので、その隙にカメラを設置してドッキリ仕掛けていきたいと思います。それではやっていきます。かけまる、隠しカメラ設置しました。お友達の方はちょっとお仕事の関係で顔にモザイクを入れさせていただいております。よろしくお願いします。お願いします。緊張してる。はい、ただいまーちゃん。おやり。話があって、話があって、遊んでた。遊んでないけど。いや絶対遊んでない。遊んでないけど。いや、この服装的にも絶対遊んでんじゃん。違うよ、見てよこの服装。じゃあ話があって、ちょっと訳があって言うんだ。ん、聞いたいのよ。それ今日空いたからやってれば。こんにちは。こんにちは。どうすればいい？気まずい。気まずいでしょ。何で呼んだの？だから話したいことがあって呼んだ。何？名前なんて言うんですか？しゅん。こんにちは、しゅんです。しゅんさん、しゅんくん。一応年上だけど。あ、年上なんですか？いろいろちょっと話聞いてまして。呼んだよ。だからちょっと話したいことがあるから呼んだの。なんで、だからなんちゃんと二人で話せばいいじゃん。でもそれ、そうじゃない話だから呼んだ。どういうこと？一回来てこっち。話？すいません、失礼します。あ、どうぞ、座ってください。じゃあ、めっちゃ言わないんだけど。うちが一番気まずいよ。なんで呼んだの？じゃあ、ちょっと話があって。最近喧嘩多いじゃん、うちら。それを相談してたの、ちょっと。しゅんさんに？そう。なんで？なんで元彼に？話す人いなかったから。友達いない？いるけど。なんで元彼にそれを話す？じゃあなんか分かってくれるかなと思って話して、たまたま話す、LINE してたから。元彼と LINE やばいでしょ。普通に仲いいから別れた後それに相談乗ってもらって、なんかうちがカックに言えないんだよねって言ったら、言ってくれるっていう感じなんだ。教えて。いや、俺がもう来たので、自分の口がいいなよ。いや、無理だよ。いや、でも、自分で言った方が伝わると思う。何見せられてんの？ん？え、何？最近ライブ結構行ってるじゃん。その時もさ、なんか、うちが行ってくるねって言ってもさ、いい顔しないじゃん。俺がさ、だって、ライブ行くなったら俺とデートした方がいいじゃん。ライブはライブで別なの。ライブとデートを一緒にやったっていう。あれ、なんかうちがライブ行ってる間もかっくん編集してくれてるから言えなくって、でも思ってること言った方がいいよって背中を押してくれたから。え、それでさ、しゅんさん連れてくる理由ないでしょ。うちは一人だと言えなかった。何でいるんですか？まあ僕はいろいろ聞いて。え、怖いんだけど。普通に俺らに相談してたから。うち、俺に許可得てよ、元から連れてくる。だってダメって言うじゃん。いや、ダメでしょ。
だから、じゃあ元カノ連れてきて。だってさ、うちがさ、一人で話したらさ、言い負けさらわれるもん。ああ、いや別に好きなことね、いいと思うけど、俺とのデートもしてほしいな。なんでそのお尻さん、ちょっと痛い。ソファ座ってもいい？はい、いいですか。座るなよ。すいません、ちょっと血やばいの、血が血ひびれちゃいました。血硬いんですよ。ライブ一緒に行ってほしいってこと。じゃあ私も一緒に行ってくれたよね。行きました、僕は。ライブでも楽しい意味では。え、俺チケット買うよ。え、ライブね。いやいや行くのは違う。こういう風にさ、なんか行くんだったら全力で楽しんでくれる人と行きたいし、なんか。いや行くじゃない。いやダンス踊るんでしょ。下手じゃないでしょ。じゃあ3代目のユースをやってみて。こんな感じなかったっけ。そうだね。何してんの。え、こんな感じ楽しめばいいんでしょ。なんて恥ずかしいから。踊れるんですか。踊れるよ。踊れます。踊さないの。あ、はい、でもじゃあよかった、ありがとうございます。じゃあ今日ちょっともうライブ、じゃあライブ行くんで。じゃあそれ以外にもある。いや、いいです、ね、話もういいでしょ。話よ。何まあでも、いろいろ LINE で聞いとって今言いにくいかもしれないけど、よくね、相談を受けてて、まあ最初の頃は幸せそうでいいなって思ったんだけど、最近ちょっと内容が悪いなって思って。親なんか、先輩だから。どういうこと、先輩だから。めっちゃ上から来る。ちょっと妹みたいな感じだったから。いやでも、今付き合ってるのは自分なんで、あんまり言ってほしくないです。うちが落ち着いて話せるのが二人の時は話せないから。なんでよ。え、落ち着いて話したい時の場所って分かります？夏希がなんちゃう、なんかあそこのセブンとかじゃない。セブン、セブンの前で。全然違いますよ。水族館。精神不安定だから。え、でもセブンのとこで車止めて話すじゃん。あれなんかもう地獄だもん。え、何水族館って。水族館行くとうちが気分が晴れる。え、俺この前水族館行ったけど。え、行ってないんだけど。え、行ったよ。いや、二人で行ったことないから。水族館行った時行ってない。居酒屋の水槽と間違えてない。行ったか、行ったそういうとこです。え、行ったいないか。懐かしいね、水族館。うん、よく行ったね。いや、聞いてよ、うん、ね、おなら我慢しすぎてうんこ漏らした。そう、おなら我慢して、じゃ出すって言った時に思いっきりなったんだけど磨けちゃった。懐かしい。学園したんだ。うん、面白い。面白い。うん、マジ面白い。面白い。でも茶色の服着てたから、うんこわかんないから、そのまま帰った。車の中の特製系。面白いですね。面白かった、マジで。でも俺と鈴坂行ったら楽しい、絶対。ね、見に行こう、ペンギン。ペンギンとか行こう。だってカッペンさ、あの魚うまそうしか言わないんですよ。マグロとか。マグロなんかね、すごい。いるよ。いますよね、マグロ、水族館。あんま見ないね。あ、見ない。じゃあ、うちが好きなさ、魚わかる。わかるよ。なんだっけ、なんていうんだっけ、あの、でかいやつ。毒持ってるやつ、尻尾に。なんかポケモンにいそうなやつ。エイ、エイだ、エイ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 。マンボウ、エイ。ですよね、マンボウ、エイとか好きですよね。ハンマーヘッドシャーク。ね。ハンマーヘッドシャークね。そうそうそう。言ってたね。
ハマイトジャック可愛いよね、なんちゃん。ね、今日の本当にもう、すいません。また、二人で話すんでね。ありがとうございました。じゃあ、もうちょっとまだ話したいことがあってさ。ちょっとまだ話したいことがあってさ。まだ、え、なっちゃんなんだっけ。いや、俺からなんだけど。まだあるんですか。こう話してても分かるとさ、楽しませないなって感じるよ。いざこの場に話の内容聞いても。そんなことないですよ。結構毎日笑ってますよ。笑ってもう何、そういうの聞くと俺が夏を幸せにした方がいいのかな。いや無理です、別れたんですよね。幸せを感じなくなって、まあ、一日、夏希をね、貸してもらって。いやいやいや、何するんですか、それで。もう、デートして。え、デートって言っちゃってる。まだ好きだ、好きなんだよ。嘘でしょ。言うんじゃなくて、え、それを今日伝えたいって。え、それは知ってたの、ずっと。じゃあずっとっていうか、今日伝えたいって言われて。あ、本当に来たの、それより。それもお願いしたくて。一日、夏希をね、貸してもらってデートして、それどっちが楽しいか決めてもらいたいなって本人。え、ずっと好きなんですか。今も好きで。え、めっちゃ未練たらたらや。たらたらっすね、私ね。たらたらっていうか、そういう内容を聞くと俺が幸せにしてあげたいなって思っちゃった。無理ですよ。無理っす。いや、無理でしょ。ラップするんでしょ。誰言って、この席と。ちょっと俺、仕事の電話が。うん。しないとね、一回出る。誰言ったの、マジで。あの人、キモいんだけどな、いきなり。違う、いきなりなんか俺から彼氏奪うみたいな。怖くない？彼女。別に焦ってないけどさ。焦ってる。違う、焦って。臭い。うん、ちょっと。じゃあ焦ってないけどさ。よくわかんない。だって焦る理由がわからないうちには。バシって言えばいいんでしょ。言えんの？言えるんじゃない。誰が悪いの？何が悪いの？てってりー、ドッキリ大成功。余裕っすよ。余裕っす、これ。何だって俺の彼女だ。ドッキリでしょ。あ、奪われるわけないじゃん。脇汗びっちょびちょ。しゃ。奪われるわけないじゃん。誰？待って。元カレじゃないドッキリ。元カレです。どういうこと。マジの元カレなの。うん、でも一切私のこと好きではありません。いや複雑。ちょっと待って、元カレなの。え、元カレ。年上もガチ。うん、いや複雑。え、元カレだけど別に好きじゃない。好きじゃない。連絡はしてない。今日の撮影のために連絡取っただけ。それちゃんと見せるで。ね、それ見ないと俺まだ信用できない。ワンチャンだって俺が来る前にワンチャンやってるかもしれない。だって本当に行く、アイさんも。え、ちょっとだってマジびっくりした。マジキモいなと思ってた。あ、前まで思ってました。泊まる？え、ちょっと、いいやん、お泊まり会みんなで。今起業して社長やってるんだけど、今年収で言ったらまあ、1億は。1億送る。もう一回やり直したいっていうのはある。もう一回夏の笑顔みたいなっていうのを思ったね。